同じ振り抜きから伸びると止めるを使い分ける究極のショートサーブ、同じ振り出しから打ち分けができるようになります。はい、こんにちは、テニスライズの河合です。今回は同じ振り抜きから伸びると止めるを使い分ける究極のショートサーブということでお話をしていければと思います。以前ですね、同じ構えからショートサーブ、要は止まるサーブをご紹介をしたんですけれども、その時は一番打ちやすい打ち方のショートサーブを紹介をしていきました。で、今回はもう一つ上のレベルでですね、要は同じ構えで同じ振り出しから振り抜きまでが一緒で止まるサーブですね、要は長く来るなって思わせて短く打つ中で、振り抜いてやっとボールが来てから分かるというような振り方をご紹介をしていきますので、その止まるサーブの感覚が出てきたら、次の段階としてこのスイングを練習をしてみてください。はい、では紹介をしていきますけれども、まずポイントとしてはテイクバックとフォロースルーを一緒にするということです。テイクバック、前の時は構えたところから、要は上げたところからやってみてくださいっていうお話をしました。で、今回は構えて後ろでテイクバックを、要はトスと一緒に連動していってテイクバックをつけるということですね。テイクバックをしていってフォロースルーまで、要は振り切るところまでが普通のスイングと一緒にしていくということです。要は構えて振り出して振り終わるまで相手にしてみたら止まるサーブかどうかというのがわからないわけですね。それがポイントとして相手の出だしを遅らせることになっていきますので、例えば前にお話しした時には当たるところでちょっと抜いて止めるという表現をしたんですけれども、それだと要はまあ止まったところで相手は短いかなっていうふうに思い出すわけですね。そこを抜いてしまって振り切ってしまうことによって、相手はフォームを見て止まるかどうかが分からなくなるということになります。なので、そこをちょっと練習の中で振り切るところまでをしてあげて止めるサーブが打てるようにトライをしていくということになります。はい、次にトスアップの前後の位置で打ち分けるとありますけれども、これを伸びると止めるを相手から見て分からせないようにするために、止める場合にはちょっと後ろめにトスを置いてあげる、そしてスライスサーブで前に伸びるサーブを打つ場合には前で取るわけですね。なので同じトスの位置の手の形から、要は前目で上げてるのか後ろ目に上げて打つのかっていうことですね。トスの位置は変わってるんだけど、相手からすると分かりづらい、この方向っていうのは分かるわけですね。右か左かっていうズレは相手にとってみれば分かるんですけども、この前後っていうのは分かりにくいわけです。なので止めるサーブの時は同じ位置からちょっと後ろに上げてあげる、そしてスライスサーブで伸ばす場合には前に上げてあげるっていう、トスのこの前後で打ち分けをしてあげるというのをちょっとポイントとして覚えておいてください。はい、次にですね、インパクトはボールの真下を横から抜くとあります。で、これはやはりそのボールに対して後ろを当ててしまうとボールが飛んでってしまうわけですね。なのでボールの本当に下目を抜いてあげることで、振り切ってもボールが行かないようにしてあげる。スライスでも要は薄く抜いてあげることでボールが飛ばないようになって曲がりが大きくなるんですけれども、逆にそれをちょっと横から下目を抜いてあげることでボールを飛ばせないようにしてあげる、この方向ですね、この方向で。これをこう縦に振るっていうのはなかなかスイングを速くしようとすると難しくなりますんで、できるだけスライスサーブとショートサーブの打ち分けの中ではボールを後ろで横目に抜いてあげるというのをちょっと意識してあげると、同じ振り出しから打ち分けができるようになります。はい、次にですね、スイングを途中で緩めず打つ
と書きましたけども、必ずそのさっきの振り切りまでがしっかりとワンスイングで同じように振るというのがミソです。なのでここを止めて短くしようとすると打ちやすいんですけども、分かりやすい、相手に分かりやすい、振り切っちゃって短くできるようになると相手は分かりづらくなって、一歩目が遅くなって多少甘くても打ちづらいということになりますね。なのでできるだけその振り切りをちょっと意識しながら止めずに打つというのを練習の中で心がけていきましょう。はい、次にですね、相手が前で構えたら長く打つとありますけども、まあ実際その伸びると止めるを使い分ければ相手がどこに構えたか、要はリターンの位置ですね、リターンの位置が前目なのであればそこで短くするわけではなく、やっぱり伸びるサーブを打つとか曲がるサーブを打つというので、要は相手を泳がす、そして少し後ろ目になった時に短く打つっていう風に、相手の立ち位置をちょっと常に見て意識をして、どういうサーブであれば相手が泳ぎやすいかというのをチョイスしてあげる、要はボールの種類をですね、サーブの種類をチョイスしてあげて、いつも同じようなサーブで打つのではなくて、相手にとってどういう風なのが嫌か、泳ぎやすいかというのを意識して、相手目線で嫌なことをできるだけ打ってあげるというのをちょっと大人の方は目標にしてあげると、より戦略的に面白くなってくると思いますので、サーブが苦手な方はそういう一辺倒になるんではなくて、やはりいろんなものを入れて相手を翻弄するということに意識を置いてあげるといいと思います。はい、ではですね、ポイントもう一度おさらいしますけれども、スイングをですね、必ずテイクバックからフォロースルーまでしてあげるということですね。で、スライスの場合は横に入っていって振り切るですけれども、ショートサーブの場合は横に入っていって下ですね、ボールの下なので、こっから返っていったところでスライスサーブ、返んないところでショートサーブというイメージになります。なのでこの返して当たるか返さないで当たるかで、これだけ打点の差が出るわけですね。なのでトスの位置で調整をしてあげる。ですから相手からするとこことここなんで位置は一緒ですね。位置的なイメージとしては一緒なんですけれども、その自分の中では前後があるというちょっと意識を持ってトスを上げ分けてみてください。で、インパクトの時にボールの下ですね、ボールの下を抜いてあげられる。で、ボールの下を抜くためにはあまりグリップが薄いと横に入ってボールに向こうに行きやすいので、ちょっと厚く握ってあげることでボールの下を打ちやすくなるわけですね。これがこうだとちょっとあっちに行きやすいですね。なのでちょっとグリップを厚くしてあげることでスライスサーブも打てるし、ショートサーブも打てるということになります。その中で相手の立ち位置によって長さを変えられればベストになりますので、そこの打ち分けをちょっと練習をしていきましょう。実際ちょっと打っていきますね。構えたところから振り切りまで必ず打ってあげるというところを練習をしてください。これがスライスサーブだったら前で、同じようにスイングを引いたところから振り切りまでが必ず同じように、止めるんだったら同じようにちょっと後ろに上げて、ここまでは必ず振り切ってあげるということですね。そこをちょっと練習をしていきましょう。
はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいてます。高評価やコメントをいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルは一般テニスプレーヤーの方がテニス上達だけではなくテニス情報で価値のある情報を発信していってます。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。現在4万人の方にチャンネル登録をしていただいて見てもらっています。チャンネル登録をしてもらったら隣のベルマークを押していただくと最新の更新状況が通知されますので、ぜひチャンネル登録とベルマークを押してください。他にも様々な動画をアップしていますので、ぜひご覧ください。テニス上達のためのメールマガジンを発行していますので、こちらの登録もしていただけるとありがたいです。こちらは画面下の概要欄にメールマガジンの登録フォームの URL が記載されてますので、そちらをご覧ください。これからもテニスの様々な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。